はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化パワコー野手でやっていきたいと思います。で、第2次強化パワコーですね、今回初選手なので、ちょっと様子見ということで、ミートと、守備と補給の102キャラプラス独身術、例のね、いつものパワチャレ用のキャラをちょっと作りながら、どんな感じだったっけっていうのをね、思い出しながらやっていきたいと思います。で、デッキの編成はこんな感じです。まず上限アップのキャラを、3人積まなきゃいけないんですけれども、エプレミちゃんと、田中山くん と、小高ちゃんで来てます。で、今回はですね、その彼女キャラ、彼女キャラっていうかデートキャラを、1キャラにしたかったんで、上限アップキャラに関しては選手キャラで固めてあります。で、独身術ははるかちゃんから取って、あとキャッチャーはね、どうしても球界の頭脳が欲しいので、星空星光くんを入れて、あとなんとなくイベント経験点が高い、渚ちゃんを連れてきてます。で、この編成だ と、前指がかなり重いんですけど、強化パワコーの場合はね、前後の、イベント関係がなくなりますので、イベント数さえ消化してくれればいいかなというところですね。強化パワコーね、だからどういう風に編成組めばいいんだっけっていうのがちょっと本当にわからん。まずは、コツを追っていきましょう。あとなんだっけ、サッカー能力みたいなのがあるんだよね。で、サッカー能力が一定値以上になると最後に金徳が手に入るのかな。勝負師みたいですけど、また精神かっていう感じですけどね精神は今回ね、いくつあってもいいと思うんですよね。だからね、フォワードでいきます。あと筋力もね、ちょっとこの編成だと足りなくなると思うんで。あと練習に関しては、イベキャラがいるところで練習してサッカー練習を起こしていくと、そういう流れでいいとは思います。よし、はるかちゃん体力回復。あれ、自己紹介も前後はあるのかな、なんかわかんねえ。2人か、監督って追わなきゃいけないっけ。ちょっと星空星光くんの監督を選択しておこう。名前すら覚えられてないからね。で、練習試合は1回あったよね。だからそこで監督評価が上がるっちゃ上がる。はるかちゃんか田中山くんかって言われたら、田中山くんのコツも欲しいけどな。ちょっとはるかちゃんと星空星光くん、こっちにしよう。はるかちゃんとイベキャラが一緒にいるときは、てかサッカー練習大きいでし。あ、そうか、あとスバルとの勝負もあったね。あとね、オートルカちゃんだっけ、もう今回ガチャで来てますけれども、ちょっとまだ引いてはいないです。引こうとは思ってるんで。で、これは真ん中で金徳を進めていって、さすがに技術は稼げるな。どうしようかな、もうタッグが組めるのか、やっちゃおう。あ、そう、あとサッカー練習起きないけど、これあれっすね、なんかレアリティによって経験点が変わるみたいですね。 PSR だと経験点がちょっと高いっていう。あー、これ高級タオルにしとこう。精神ポイント38、上がってんだか、どんだけ上がってんだかちょっとよくわかんねえや。回復しとこう。お、告白。いや、告白が起きたのはいいけど、サッカー練習ってどのくらいの確率で起きたっけ。うどとか懐かしいな。小高ちゃんタックは組めないけど、一応技術ボーナスが乗ってる感じか。パワコーの練習、おお、ちょっと待って、こういうこの初期値は、初期値は多分全部10か、最初10から始まって、今回パワーとテクニックが上がりましたと。で、星空星光くんは52 SR だから52か。
PSR だとなんか60くらい入るような感じだった。ここはちょっと評価にしよう。で田中山くんは、PSR で確か来てるはずなんで、ちょっと 17+34+17、 これを計算しよう。 17+34+17、 あ、68だ。結構違うね。でスバルとの勝負が何気に近そうだな。弾道は3にしておこう。ボッコボコにする。できればいい欲しいけど無理だ。30にしておこう。え、じゃあちょっと待って、ミートは上げられそうだね。そう、独身術ね。新屋敷もちょっと悩んだんですけど、他の彼女キャラにして新屋敷にしようかなとも思ったんですけど、一応はるかちゃんもねイベント経験点高いんで、今回ははるかちゃんで来てます。そう、新屋敷あとね守備骨も持ってるんで、ホーム突入、あ、そうか、こういうの潰しておいた方がいいのか。であとは今回キャッチャーの9階の頭脳は星空星光くんから取るんですけど、まあ、取れるかどうかって言われたら微妙だけど、司令塔がね、サッカー練習で取れたりするんで、まあ、それがうまく取れればいいかなっていう感じです。チャンスコツ小高ちゃんとか持ってたよね。逆境か、混ぜるな危険。ここで体力減るんだっけ。減ったね。積極守備。10月の4週か。まあ点数はねあまり関係ないんですけど、確かここら辺はね、なんていうの、強化俊英でだいぶ鍛えられたからね、なんかこの能力値でもホームランに持っていけるっていうのが分かったから。スバルやめちゃうよねこれ。また野球部せっかく戻ってきたけどさ、かわいそうに。あー、ファールなちた。見逃してやろう。一球くらいは。それが男の情けだ。そしてスバルは退部していったのでした。いや、メンタル強えなこいつ。いや、実はスバルメンタル強えわ、思ってたより。ちょっとはるかちゃんとデートしよう。こんだけめった打ちにされてまだ頑張ろうとは。でやる気は、そうだよね、下がるんだよね。で、はるかちゃんどうしようかな。そうだね、ここはちょっと人がいないけど、はるかちゃんにしておきますか。勝った守備。あ、守備と精神が上がったのはまあいいかな。モテを盗め。これ何がいいんだっけ。スケジュール管理をする。やる気が下がるけど経験点が高いんだっけ。あ、結構もらえるね。強化パワー高だからか。 23% か。もう2桁はやっぱり危険だよね。あ、しまった、間違えた。デートしたけどよかった。でエプレミちゃんが走り出したけども、ちょっと前後的なものはないんで、特にってなった時にはデートだけど、はるかちゃんの評価を上げつつ田中山くんがいるんで、ちょっと肩やっときますか。でコツ、肩か、田中山くんか。まあここはデートかな。結構デートの消化が早いね。でコツを取りに階段でいきましょう。上り上司、不思議な踊り。これもどんくらい増えてる。14とかだったよね。21、21。星空星光くん、そういえばさ、一応今思ったけどさ、星空星光くんってインコース持ってんじゃん。結構タコツなんて手に入れた。だから小高ちゃんどうしよう。まあ本当だったらね、ポジション的にはストライク送球が欲しいけど、
まあ、これはダブルタックだしここでいいでしょう。精神52、 OK。 あ、もう2回目が来てしまったか。金徳はやっぱり抑えたいんで412か。悪くない。 C まで持ってこう。一応キャッチャーだから C あれば十分だよね。他のに回しますか。エプレミちゃんか。あ、9回の頭脳を取るのにね、やっぱりキャッチャーコツは欲しいんだよね。小高ちゃんかって言われたら、でも次はクリスマスだから小高ちゃんからちょっともらっておこう。何が来るかは分かんないけど、そもそも練習だし。お、いいね、これ結構くれるね。で、まあちょっと安定をとって下、精神52。31、31、上がってる気がするな。星空星光くん、アベレージヒッターはまあ技術は大丈夫でしょう。3で抑えちゃおう。インコースってちなみに直撮りしようとするとどうなの。てかアウトコースがあるからな。いや、インコース技術を考えると悪くないよな。確実に球界の頭脳っていうか、まあキャッチャーコツを取りに行くか。63か、ちょっと悩むな。まあいっか、まだ年明けてないし。インコース、これは掴んじゃおう。いいね、経験点も高いね、星空星光くんは。お、大吉、めっちゃ回復したってか、めっちゃくれんだけど。50、50、50に31、31か、さすがだな。てかはるかちゃん、あの、まだプラ5じゃないんですよね、プラ4なんですよね。だからもっとレベルが高ければ経験点もかなりくれる。いいね、広角打法、精神68、バント。田中山くんとかバント持ってたよね。パク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 、 OK。 まあちょっと重いけどね、スイープは。でパワー上げておきますか。まずはまあやっぱりミートからだよね。技術が200ないから一旦これで止めておいて、広角は3でいいかな。47 47、一応置いとこう。広角はまあ5になってもいい。でバントは掴む。田中山くんはバントだけで、小高ちゃんだからバントをさらによこしてくる可能性がある。そういう考えでいいよね。あと何取ったっけ。インコースと、あれ、なんか変なの取んなかったっけ。あ、これかみたいなの。あ、本突入か。でタック、これはコツだね。よし、とりあえず3は OK。 うんうん、まあ、田中山くんもそれなりに経験点くれるね。あ、ちなみにですね、自分田中山くん PSR ではあるんですけど、あの、解放してないんで練習効果アップがついてないですね。練習効果アップがつくと、まあ、練習での経験点が増えるんで、もうちょっと、伸びるかな。だこういう時に重なった時に練習効果が生きてくるんで、まあ、今回は田中山くんなしですけど、通常のね、田中山くんが今プラ4なんでね、 SR が。田中山くんね、ちょいちょいミキサーとかにかけちゃったんで、あれ、ちょっと待って、なんでこれ。ひどい、小筆とかマジひでえな。ほんと役に立たないしさ、なんなの。監督評価は大丈夫そうだな。じゃあちょっと一回デートしておきますか。まあ、彼女キャラ一人はね、本当に評価を気にしなくていいっていうのが。これどうする、外角筆打を取りに行くか。送球骨はそもそも取れないよね、この編成だと。外角、インコースが無駄になっ
ちゃうけどな、まあ、一応ちょっとコツだけは掴んでおこう。どうするかはその場で考える。いやストライク速球欲しいけどね、重いんだよねどうしても。だからストック走を取れる編成でも、じゃあみんなここにいる。みんななんでそんな打撃が好きなんだ君たちは。意外性。このさ、サッカー練習の上がり方ってどうやって上がっていくの？よくわかんない。これは4回目のデートをするとちょっとバレンタインの内容が変わるのかな、なんか会話の流れ的に。だからはるかちゃんも OK でしょ、まあ、デートをするかどうかって言われたら、まあちょっと技術が効いてるんで打撃にやろう。いいね、なんか練習の度合いが多い。でこれ読まない、体力を回復する。ああったね、そういえばこんなイベントやっとくか。一応ミートは上げてあるけどパワーいくつだっけ。キバね、爆速がマジで重いからな。パワー E とかマジか。どう、うわ二塁打か。あれでホームランが持っていけない。パワー E だと少し上げとくか。やっぱり爆速を持っていけるパワーが欲しいよね。パワー比がないのか、あと自力で持っていかないといけないのか。ちょっと C までは上げとこう。じゃあで広角掴んじゃう。じゃあ、まあ、いや先にミートを完成させちゃおうと思ったけどちょっと技術が足りない。打撃田中山くん、あれ田中山くんって技術ボーナスは持ってたよね。ちょっと一回一回確認して申し訳ないけど技術ボーナスあるよね。技術ボーナスが8か、まあ、このテーブル自体は強いんだけどね。固有を持ってればなお良かったんだけど。えどうする、経験点的にストライク送球いけるかどうかだよね。外角筆打の方が安定は安定なんだよな。キャッチャーの能力的なことを考えると下がいいんだけど、ちょっとキャッチャーなんで高でいきます。ストライク送球少しか。あ合宿ね、ここで合宿か。どうしようかな、メンタルにするかデートにするかって言われたら、まあ、まだデートをそんなに急ぐ感じでもないんで、エプレミちゃんがいるんでサッカー練習が起こるかもしれないということで、精神小田切くんで、ここは上で固めのコツを取りに行くと、でここも上でいいでしょ。64サッカー練習はここでも起きるよね。メンタルをやるかって言われたらこっちだな。合宿は一回回復が入るはずなんで上だよね。コツか、まあ、やっとこう。だ合宿でタックが来ないっていうのもちょっと厳しいよね。何も来れえしこいつら。練習効果が効いてるね、星空星光くんとエプレミちゃんの。サッカー練習も起きなかったし、俺は何時に合宿に来たんだ。監督108か。え大丈夫だよね。ちょっとデートで回復します。回復するかどうかって言われたらちょっと分かんないけど、あ回復した、あめっちゃ回復したわ。ゲーやる気が下がった。あーいいねいいねいいね、だいぶやっぱ経験点くれんな。
お、人は揃ってる。あ、意外性とかって取ったっけ。バント職人からね、バント職人を持ってるとね、バントのコツを取ったとしてもまたバントをよこしてくるんですよ。何言ってかかる。テクテクテクニック、なんだっけこれ。ネジ締めでいいや。補給が上がるんだ。1でも上げといた方がよかったね。要はバント職人、そう、バントしか持ってない人はバントさえ掴んじゃえばバント職人でコツをよこしてこないですけど、バント職人を持ってるとここまで、潰しておかなければいけないということですね。まあ、一応5まで掴んだんで取っときましょう。だから田中山くんはもうバントをよこさないと、小高ちゃんはバントをよこしてくると、まあ、そんな感じ。重い。600くらいでしょ、単純に200、200、200だと考えて。重いよな。2段階だからね、そこがどうしても重いんだよね。筋力、あれこれなんだっけ、確かめてみようっけ。他に何かだっけ、なんか忘れちった。調べろよって感じだけど、ね、田中山くんか、まあ、田中ちゃんでいこう。チャンスコツが押し掴めれば掴みたいからね、やっぱり。肩コツ、情熱エール下だったか、間違えちゃったよ。情熱エールって意味ないよね、キャッチャーだったら。エピルミちゃんあと何持ったっけ。まあ、適当に掴んどけばいいか。まあ、やべには勝つ。お、小筆ノート、あれミートってどうしたんだっけ。著書の画像、ミートが1上がった。これ100で止めといてもいいかもね。あれ俺何だった、あれだよ、ね、監督とか足んないもんね。肩シュッ、ちょっかこれ、とりあえず A で B ショート精神がまあちょいあるね。 C までは一旦上げられるか。肩30にはしとこう。肩がしょぼいとか、キャッチャーとして致命的だからな。キャッチャーほんと難しいよね、作るの。守備系の能力はもう絶対欲しいし、まあ、かといって打撃を捨てるかっていうとそれもまたねあれだしね。まあ、足はね捨てていいかもしれないけど、まあ、でもあるに越したことはないから。お、牙、今から勝負。アーチストを取るだけの筋力があるかどうかだよな。おお、一本、しまった、今のは絶好球だったのに。 OK、 結構危なかった。いや重い、爆速ほんと重い。パワーヒッター欲しいな。パワチャレ用選手だからね、やっぱり打撃にもこだわりたいんだよね今回。監督評価も全然大丈夫。どうする、星空星光くん、それはもういいや、いらない。いいね、世人で、ここはでも星空星光くんがいるしね。これはじゃあここでいいでしょう。追加のイベントとかが起こるとサッカー練習は発生しないのかな。ちょっとそこら辺がよくわかんない。コツ、
くれみちゃん。技術も何気に欲しいんだけどな、今。守備職人、OK。あれ、イベント大丈夫？ちょっと6月に入るけど。イベント数的な問題、ゲッ。2人でこんだけもらえるのか。悪くないね。ちょうど技術も足りなかったとこだし。それ考えると、アンダー製造機でもいい気がするんだよね、牙。で、球界の頭脳も取らなきゃいけないし。そうだ、こいつ体力減るんだった。独身術も取んなきゃいけないからね。ここはちょっとデートしよう。うわ、精神足んなそう。あと渚ちゃんがまだ精神をくれるし、最後のエピローグ経験点はまあ甲子園優勝したとして2人だからね。頼む。よし、 OK。 いやー、成功率高い。いいね、いいね。経験点も悪くない。いや、はるかちゃん、あれ、また来た。短縮しとくじゃん。肩またか。ちょっとあれだな、パーセンテージがよろしくないな。メンタルやっとくか。2桁はちょっと怖い。アーチストを取りに行くか、それともミートでアンダー製造機を狙いに行くか。アベレージヒッターはね、もうコツをつかんであるんで、ちょっと開いていこう。ミート開くのね、結構苦手だけどね。ほら、なんか当たりはあんまり良くないよね。いや、10球勝負だから。何本打てばいいの ?16 点いけばいいの。いや、フライになるな。とりあえず合格ラインはいった。けえ。もうずっと強振だからね。1,2,3,4,5,5 本はでも打てたのか。技術を持ってかれるけどね、アンダー製造機は。で、金魚すくいにしますか。じゃあ優勝する。もちろん優勝する。ちょっと微妙だな。失敗したのか。どうなったんだ。あ、渚と一緒だとダメなのか。多分いっぱい取れなきゃダメなんだな。あ、筋力結構あるね。意外にあった。で、守備に使うものはなくていいけど、肩が上がりきってないから。で、補給もまだ B でしょ。15、16でもまあ回復しながらっていうのを考えるとちょっとメンタルだな。やっぱり精神が足りない。よし、危ない危ない。一人にしてきてよかった。まあ、それを考えると大トルカちゃんいいかもね。精神と守備だからね。で、精神ボーナスも保有でついてるんだっけ。で、キャッチャーの場合は鉄の壁だったかな。だからそんなに重くないし、ちょっとルカちゃんを入れるのはいいかもしれないんで、手に入れたらちょっと使っていきますか。で、ここも走塁よりはやっぱりちょっとメンタルだな。バランスはいい。特に何にもない。で、せっかくキャッチャーに選ばれたんで、球界の頭脳を取ろうと思ったら取れない。あー、重いね。ちょっと重いな。金徳まで回るかな、これ。そこが微妙。80とかだったっけ、独身術。情熱エールとかマジ失敗したわ。お待たせしました。
イベント的には全部こなしたよね。金徳はこなした。あと小高ちゃんのなんかよくわかんないイベントがこなせてるかどうかがちょっと定かではない。何回も起こるやつ。でタック打撃、いや今となってはちょっとやっぱこっちだな。よしよしよし、ここで来てくれた。筋力か、精神が欲しかったな。今どういう状況、精神状況。うわ良くない、精神状況が良くない。意外にパワーあるね。パワーひた取っとくよ、技術50だし。で A にしよう。よし、これで一旦パワーはよしとする。お待たせいたしました。甲子園までパーフル。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは桃井、投げた。迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で桃井打った。これはワンアウトランナー一塁という場面で桃井今日そういやうちのピッチャースバルだったよね。まあ、俺がキャッチャーやってるからね、多少はマシだと思うけど。さて打撃か守備か。あーまあダブルタックだねやっぱり。であと回復はメンタルでこなしつつ、こっちでいいや。思い返してみればなんかサッカー練習で筋トレ取れるのってなかなかなかったよね。敏捷もまあ大丈夫は大丈夫なのか。うわーきっつー、いやマジきついわ。パープルリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている桃井です。ワンアウトランナーなしという場面で桃井、8回です。ツーアウトランナーなしという場面で桃井、ジャストミート。9回の頭脳取ってないよね。そういえばなんかポイントが足んねえとかなった気がする。うわ取ってねえわー、取ろう。精神が精神がなくなる。で肩 C にはしておこう。まあ、肩はね精神使わないからね。でコツか練習かって言われたらまあ練習しよう。でもさ、オートルカちゃん入れるって言ってもさ、もう入るところがないよね。だから9回の頭脳絶対欲しいし、そうすると渚ちゃん外すのか。渚ちゃん外してルカちゃん入れると一応タック的には4タックが成立する可能性があるのか。うん、まあそれで経験点を伸ばしていく。4回の裏パワフル攻撃に入ります。この回のトップバッターは桃井、見送ってボール。パワフル攻撃に入ります。先頭バッターは桃井、きたー、いこしのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という打った。これは強烈。よし、ここで渚ちゃんの試合経験点ボーナスが効いてるよね。やっぱり45とはいえ 15% つくからね。コツで経験点を取りに行くか。1回メンタル、え待って、このメンタルをやってもう終わりか。じゃ星空星光くんでしょ。いや精神が欲しいな今、少しでも精神が欲しい。よし超ありがたい、打開。あれこれってそういえばさ、なんかさよなら男みたいなのもらえなかったっけ、イベント内容によっては。で、ちょっと待ってね。まずこれ S にして、うわー森っぽい。あとそのスイープか。で敏捷はまあまあ大丈夫そうだね。敏捷はまあ大丈夫そう。初手ツエルマジで失敗したな。独身術は取ってある。上り調子をね取る余裕はない。
ベスト、そうか、伝説のサヨナラの時も結構重たいな。あと戦争機とか精神44も使うんだ。塗装ちょっとこれでいきます。第3球は打った、痛烈な2塁フォースアウト、投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば。第3球打ちました、痛烈、いった、打った、これはいい当たりだ。これさ、司令塔を取れなかったけどさ、仮に司令塔を取ったとしても無理だよね、掴めないと思う、精神力的に。あと最後のさ、あれ どうなの、はるかちゃん、いやもうボールしかねえわ。打球の人が取れるかな。あ、そうか、ここであれも来んのか、ヒートアップ。サッカー能力足んなかったわ。いくつ、なんかね、いくつ以上になると金徳がもらえるんだよねみたいなのは書いてあったんで、どこだ、野手はやっぱり勝負師ですね。一応ここのサイトの人が調査する限りでは合計360みたいですね。360以上あると金徳で、金徳を選ばない時には経験点がオール50もらえるみたいですね。まあ、勝負師なんでちょっと精神に余裕があるかって言われたら、今のね、ミート守備補給を上げようとするとどうしても足りなくなるんで、とりあえずまあ1万は超えましたと。とりあえず1万を超えました。でそれをあとどう分配していくか、ストソートロ精神使わないから。でこの精神力でどこまで持ってくる、100人にはなったね。でアンダ製造機もまあまあまあせっかくだから取る。であとさよなら男取ると、情熱映像が取れない。そう、情熱映像はもうちょっとマジで失敗したからしょうがない。で打球の美はまあせっかくだから取っておくでしょう。外角筆打の場合は精神使わない、あ、ほんか、ストソも結局精神は使わないか。で何だっけ、鉄の壁的なやつ名前が出てこない。ホームの突入じゃなくてブロック、ブロック、ホーム死守か。これ一応まあキャッチャーだからせっかくだからつけるでしょ。でやっぱり敏捷ちょっと余ってんね。で精神はもう絶対的に足りないから、肩を1段階上げて、もう1段階上げられないってことは総力上げて、であと触れる分だけ。流し打ちは1だと無理か。ヘスラもいるかって言われたらちょっといらねえしな。追い打ちにするか。追い打ち、あー、接戦か。接戦にしよう。まあこんなもんですかね。まあそんなわけで、一応キャッチャーのね、102は、こいつが初なんで、で、球界の頭脳があって独身術があってパワー飛行格もあるんで、まあ普通に入れていきましょう。まあ、そんなわけでまた例によって名前を決めていきます。これね、いつもと同じ名前なんだけどさなんだっけ、いつもと同じとか言っておきながら、ミーとヒナチだよ。ミーと守備、補給、102の独身術と、行き過ぎた。だから本当だったらここに司令塔が欲しかったっていうところか。一応さっき見た SS はギリか、 SS はギリ届いて、
で司令塔があったら司令塔を取れたかっていうところはちょっと微妙な感じではあるんですけれども、まあやっぱ金徳何かをね犠牲にしなきゃいけないとは思うんで、まあそんなわけで、まあ、強化パワーコネちょっと久々でなんか手応えがあんまりうまくつかめなかったんですけど、まあ、とりあえず1万は超えることができて、まあ、S1 で、まあ、総合評価 SS を作ることはできましたというところですね。まあ、編成的にもう少しね、なんていうの、経験点とかに特化していけばもうちょっと伸びるとは思います。ただ強化パワーコネ中にもう 2,3 人やっぱりキャッチャーのね102選手を作っておきたいんで、まあ、パワコでやる理由はちょっと前入れがねだいぶ重くなっちゃうんで、小高ちゃんを入れる関係でもう 2,3 人はちょっと作っていきたいと思います。あとルカちゃんですね、同等ルカちゃん次ガチャ引いてで使ってみましょうというわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。